14日火曜夜8時の「ブラブラは」は描くことに命を捧げた天才画家佐伯雄三展病を押しパリに渡り街並みを描き続けた佐伯雄三パリ独特の石造りの建物を土正面から捉えた構図壁に書かれたまるで踊るような文字の勢いそれは佐伯にしかなしえない唯一無二のものとして パリででも大人気でしたそのルーツは日本時代に向き合った日本の風景にあるといいます全く違う風景に隠された佐伯の試行錯誤とは30歳で亡くなる直前に描いたのは扉その先にあったものとは街に行き街に死す天才画家の生涯に迫ります